粗品です。せいやです。うん、昨日の続きで、はい、ちょっとオールフォーワンで時間取りすぎたんであの、ここをやつ、あ、そうです、そうです、こいつはオールフォーワンです。で、あいつだね、君強いって言ったやつ、あれ、お前俺なわけない私の俺の女性やなんと俺あれ強いなんと俺だお前言いそうやなんと俺あんな声であれ、お前なんと俺芸人の大喜利とかモノマネするときに楽屋来て君強い？いや、仕事ゼロになるから、そんなやつ。いや、あれ誰の？あいつはね、名前忘れたけど、もうとにかくとんでもないやつです。敵？まあ、伸びるって。ノームって言われてる。人造人間です。めっちゃやばい。お前強い？めっちゃやばい。はい、強いやつ。曲芸。うん、で、後半2つ、あと2つ、はい、泣けるシーンでしたっけ、思わず泣いてしまうシーン、はい、もうエンデバーとオールマイトが出ましたから、うん、これも好きな人多いと思うよ。こちら爆豪勝樹の葛藤ということで、うん、もうこれはまあ全部ね、繋がってくるんですよ、はい、この昨日言った話に。結局オールマイトが終わったことが全てね、繋がってるんですよ、うん。この要はオールマイトがなぜそのボスと戦うことになったかというと、うん、邪魔だな出た出た出た、 YouTube は守るものが多いな何言ってなあオールマイト大きい車が止まる、あの車運転してるの誰かわかるか志村奈々の孫だよ。違うやろ、志村天子君。違うやろ、ガクってならへんの運転手。誰も助けてくれなかったね、手を差し伸べてくれなかったね。いや、その撮影中にな、うるさい車通った時のシーン、うん、まあこのオールマイトが終わってしまった、このなぜ戦うことになったかっていうまず理由があって、はい、まあ生徒たちで楽しい楽しい合宿をしてたんですよ。楽しい楽しい合宿で、まあ、このヴィラン連合っていうね、うん、敵の言ったらもう集団がいるんですけど、普通ヴィランって一人一人一人っていう個人の悪さするやつが、うん、はい、昔から戦ってきたんですけど、うん、これがなんとこの近年ヴィラン連合というヴィランもヒーローみたいにくっついてると、うん、組織になってきてると、はい、でいよいよヴィランの時代やってくるんちゃうかみたいな、ちょっと脅威よ、はい、で警戒はしてたんですけど、うん、これもおもろいんだけど、うん、そういう警戒の中合宿行ったらヴィラン連合が出てくるんですよ、うん、どういうことか分かる？あ、出たクイズ、もう一回いいですか？合宿ね、ヴィランが UA 高校というもうヒーローを育てる卵たちをヴィラン連合とかヴィランが活発化してきてるから合宿開いて強化しようと、強化しようヒーローで A クラス B クラスで合宿、合同合宿やってたらヴィラン連合がそこに現れるんです。そこに現れる、どういうことか分かる？それ戦いに来たってことですよ。そう、あ、なんかあれじゃないですか、その内通者がいてここで合宿するよってなんか教えてた。全部分かってるそれ言うなすあ、そうな、読めよそんだけ勘よかったらいや、なんか聞いてるとなんかお前プレゼントマイクやん、勘の良さプレゼントマイクの持つもんだよ。あ、出た出た出たもうええってお前の服もの前の合宿場になぜかヴィラン連合が来てるんですよ。ということはよめっちゃおもろいな。そろそろ明るいやつやな、お前。そろ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 洗いざるにしようぜ。いるだろ、内通者。おい、かっこいい。あ、お、見たことある。嘘やん、そこだけ。いるだろ、内通者。うん、 TikTok で流行ってるわ。あ、そうなんや。おい、いるだろ、内通者。それなん、どこ流行っとんねん。やプレゼントマイクが、まあ、先生たちでなんでバレたんだみたいな時にプレゼントマイクがいるだろうな、あいつの人言うんですよ。で、そういうことやねん。だからこれはまだ分かってないんですよ。分かってないんや。めっちゃおもろいんだから、ヒロアカで味方の誰かがなぜか合宿所にヴィラン連合がもう本丸が攻めてきたと。で、うん、生徒がもううわーってパニックになって、その中の一人エース級の生徒がいるんですけど、うん、まあ、この前説明しましたね。
あの緑谷出久、幕尾克樹、轟翔というのはもう3トップでエース、はい、この中の1人がもうほぼ主人公のもう幼なじみでもうほぼ主人公みたいな立ち位置なんですけど、はい、幕尾克樹っていう子がさらわれてしまう、はい、拉致られる、うん、これはなぜかというとちょっと気性荒いの、うん、もうヴィラン連合からしたら欲しい人材として、うん、実はヴィランになるんちゃうかという、うん、ヒーローとヴィランもまあ表裏一体なんですね。個性をどっちも使えて、なるほど、ヒーローになりたかった人が結構崩れてヴィランになるみたいな、へえ、結構多いんですよ。最初はヒーローになりたかったけど、うん、社会のこういう理不尽なこととか巻き込まれて、うん、結構この漫画さ敵も深いストーリーあんねん。それに近い匂いを感じたヴィラン連合はこいつ仲間なんちゃうかと、うん、でもそこもな、幕府いいんですよ、捕らえられて、うん、でヴィラン連合に囲まれてる、うん、サルグッドさ、うん、そろそろ、まあ、志村天国も、うん、そろそろ話してやれ、解放してやれ、はい、こんなとこで動くバカじゃねえよ、ほんで外した瞬間にめっちゃ暴れる、バシ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 バンバン、強いですからね、ガーンつってガーンって、俺はここがいいの、俺はな昔からオールマイト行ったくて決まってんだよ。ああいいね、ヒーロー志望やんっていう、ちゃんとそうやな、なんか荒ぶれた性格とかぶれたりするんかなとか、違う、かっこええな、ちゃんとオールマイトに憧れてんの、芯はぶれてないんかいっていう、いいね、めっちゃいい。ただ芸人で言ったらなんかそ の, あの昔漫才面白かった先輩がなんか営業行ったりとか、このもうバラエティしか出へんかったりして、でもうああもう漫才あの人ら見られへんのかなみたいな人いるじゃないですか、先輩で、でもパッて楽屋覗いたらネタ合わせしてて、あなんやお前ら、いやもう漫才見れないかと思いましたみたいな、アホか、俺ら漫才やるために今遠回し頑張ってんねんみたいなね、このそっちの方が深いな、ほんで深なって持ってるわ、オールマイト行ったけどシンプルやったからさ、ダウンタウン行ったくみたいな話じゃなくて、そうか遠回りして練習してるのも見られるみたいな超えたんだ、たとえまあほんでその番号勝樹が要は捕らえられたから助けに行くぞってなったわけですよ、うん、そこでプロヒーローがもうかつてないぐらい集まるわけです。連携取って、そう、へえ、で、このみんなが集まって最終的にさっきの言ったオールマイトとオールフォーワンの戦いになるんですよ。でオールフォーワン倒すんですが、オールマイトはもう力使い果たしてしまうわけ、もともと弱ってたから、うん、ほんでオールマイトは二度とヒーローの活動ができなくなった、うん、でそこから爆豪の様子がおかしくなった、うん、もう主人公の緑谷出久にずっとなんか強く当たったりとか、うん、あの生徒同士やのに、うん、ほんまガチの、うん、お前外出ろって、うん、夜中ですよ学校、うん、お前どっちが強いかやろうぜ、うん、よくないよかっちゃん、はい、まあ、主人公優しい子なんで、うん、でも爆豪もう目散らして、うん、いいからやれ、うわぁ、ほんまに、緑谷出久も力つけてますから、俺もやられるだけのデクじゃないぞ、やり合うんですよ。バチ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 、最後でも空中戦になって、ガーン、空中戦強いんですよ、やっぱ爆豪。バーンって押さえて、緑谷出久。もう幼なじみ、いろんなストーリーあるんですよ、その思いも。なんなんだよってなって、違うお前はどんどん力つけて、これ番号ですよ、なんで俺はオールマイト終わらせてんだ、バーレですよバービーさんセットやってんのお前すごいいいやんだパワー系すぎるゲーム何やお前パワー系すぎるパワー芸人パワー芸人パワー型やお前何やねん声を出てんな。バフ試験、バフ空中戦でやって、これ緑谷さんがやられてるんですよ、これは。うん。なんで俺は
もうこの声なんですよ。なんで俺はオールマイトを終わらせてんだ。あんだけ強かった爆豪が俺の憧れを自分のせいで終わらしてるやん。なるほど。ずっと葛藤があったんですよ。なるほど。その時に初めて弱みを見せる爆豪にみんなは涙。あー泣けるシーン。なんなんじゃそれ。そしてラスト、はい、まあ時系列ちょっと見すぎましたけど、生徒たちの脱出劇。はい。まあ、これは、まあ、だからそのめちゃくちゃなってオールマイトとオールフォーワンが戦って、爆豪勝樹とこの、まあ、オールフォーワンもオールフォーワンでこれややこしいけど愛あんねん、はい、敵に愛あんねん、この仲間、うん、追ってた今はまだ早い。だからワープさせんねん、その自分の弟子たちを、うん、師匠とか言うけど君はまだまだ勉強しなさい。今は僕が力を貸すよ。で、ワープさして、で、ワープ先、結局、爆豪 VS、まだヴィラン連合、はい、わーってなった時に、で結局、物陰に隠れて、緑屋、で、霧島、八百万さん、で、飯田天也の4人が、助けに来てるんですよ。うん、で、どあ、あと轟翔とね。で、どうやって助けるってなった時に、伊豆が、この、考えるんですよ。これしかないと。飯田天也はめっちゃ、速いんですよ、走りが。うん、レシプロバーストっていう、まあ必殺技だから、レシプロ。多分個性レシプロや、うん。レシプロで、バーンっていって、加速つけて、うん、で、轟翔が氷作れるんで、氷の、この斜めのもう、坂みたいなの作って、そこを、ガーンと進んでいきまして、うん、はい、で空中に飛ぶと、はい、でこの瞬間だけはもうヴィラン連合も気づいてないから助けに来てるように、はいはい、空中に来て爆風勝樹がボーンって爆風で手を取ってそのままの勢いでシューンと逃げれると、うん、その滑走路みたいな。なるほど。ただここ問題なのは爆風でプライドの塊、ほう、うん、こう手を取るかわからんと。で緑はいつかは自分のことわかってるから僕じゃ無理やつ。ここで任せるのが霧島なのよ。ほうほうほう。これがええんや。この。分からんけど。爆豪って一匹狼やと思いきや、うん、実は、霧島と、うん、雷にだけは、すごい信頼を置いてるという、うん、ここで分かんねえ。あー、やっぱええな、霧島と爆豪の関係。はいはい、バーンって言って、霧島が、爆豪って言ったら、クソガーって手取んねん。なるほど。めっちゃええん、これが。なるほど。見てる方は、よしってなるんですよ。そのまま逃げれるっていう。その霧島じゃないやつ、伊豆やっけね、が、緑屋伊豆手取っても僕じゃ無理やって、そんなことある？そうやん。助けに行って。そうやん。だから緑屋。そういうやつな、爆豪。ええやつやん。いや、だからもうプライドの塊やん。だから、最低やん。いや、だからほんまそうやん。でも緑谷伊豆くんに対してのもうこの嫉妬がすごい。まあ、ナルトとサスケ見てる、ほんまに。だからジライアとオロチマ。プライドが許さんねん。そう。ずーっと、カタシ、オビトみたいな、このずっと関係性が。俺もなんか劇場で滑った時に、マユリカに突っ込んで救われた時とか腹立ったもんな。そういうことや。プライドが許さん。そうね。なんでこいつ。爆豪。俺爆豪や。中谷とかに手取れ、なんかいじられてす、なんかしたら、いやでもそういうことか、中谷の手取れちゃんと。そういうことですね、もうちょっと熱いんで皆さん見てください。熱いね、ヒーローアカデミア熱いね。あいつにだけは注意よ、あの減ってそいつ、そいつなんだ、あい強い。こいつは注意、ほんま。あたしは皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。